ラセールなしであそこまでどうやっていくかな。あっ、ヌトヌトだった。気づいたら足元気球だよね。ちょっと成功率高そうなの。いや、気球そばにあった。すんげえそばにあった。これこれこれ使ってもう向こうの浮島行くしかないでしょうな。あ、いや、ちょっとこれすごい画期的な方法思いついたかもしれません。カプセルにてこれ扇風機、いや、ここで出すのはちょっと危ないか。扇風機出しました。松明ないからさ、これつけるしかないわ。いきますよ。これね、ティアキンはさ、乗ってたらさ、これ燃え尽きないんだよ、武器が。いきますよ。で、これちょっとこう向きを変えつつ、これめっちゃいいじゃん、これめっちゃいいじゃん、これめっちゃいいじゃん、いけるじゃん。あー、ただちょっと距離感見誤っ、ジュース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 。このままでも燃えんじゃん。やった、いきますよ。あ、ちょっとね、変えたんですよ、角度も。いい感じで斜めになってますね。お、これはいやー、ちょっとこれ僕間違っていたかもしれませんね。滝にぶつかりに行くじゃなくていいじゃないですか。めちゃくちゃ高みまで登って、それからあそこの広いねステージに向かってこの気球飛ばしゃいいわけで、あーって、結構そろそろな高さ。あーあ、全部全松明じゃなければ燃え尽きることを知った。ただこれいい感じに方向を向きかけていますよ。自然とね、なんかこうくるくるくるって時計回りするんですよ。あ、やばい、気球がやばい、気球がやばい。今度は、はあ、さっきまで大丈夫だったじゃんこの行動。もう、だ、いや、大丈夫大丈夫大丈夫、時計回りしてるわ。こっちに向いてきてます。カメラ目線になろうとしている扇風機が。で、ボツボツ叩いてもいい頃合い、いや、ちょっと早すぎるぐらいか。今もう飛ばしてみましょう。いいよいいよ、進んでますよ。いや、ただ高度がちょっと足りんかね、高度が足りんかな。だからちょっとここら辺でね。いいよ、でもいいよ、ここからあとはもう火力の問題でさ、ちゃんと登ってくれりゃいいわけじゃん、ちゃんと登ってくれりゃいいわけじゃん。あ、素晴らしい素晴らしい。あ、ちょうどいいちょうどいいちょうどいい。ちゃんと持ってくるよ、頼むぞ。石斧とかな、松明持ってないからな。頼むぞ頼むぞ、早く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 。うわあ、もうバカ。あ、でも方向転換できてる。なんか、うわ、あさっての方向向いてるわと思ったら、こうしてね、若干方向転換はできましたね。ただそ、もうマジふざけんなマジで。あ、でもこれこのまま来たよ来たよ。あー、ちょ顔洗っただけ、いい感じのアトラクションだっただけ。いやー、ちょっと僕は気づいてしまったというか、おごっていましたね。どうしてこれにもっと早く気づかなかったのか。見てください、凶悪なロケットがついていますが、なんか方向があらぬ感じの方に向いてってるんじゃないか。ちょっと軌道修正は必要なんじゃないか。それでも、そう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 、ある程度の高さまで行ったら、もうこの凶悪、これなら大丈夫だろう。弾頭ミサイルがごとく角度をつけた、気球、下手をするとビッグボスが止めに来るレベル。ここら辺で、うわっ、行くよ行くよ行くよ。うおお、よっと、ついた。でもこれ降りれない。よし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 、着きました皆さん。こんにちは。どうもこんにちは、セナです。魚鱗の島に着きましたね。やった。やった。夕暮れが美しい時にもやってしまいましょうかね。どっかに打ち込めばよかったはずなんだが。あ、ここだここだここだ。見分かりやすい。すごい毎日文字に飛んでった。出ました。
さらに加速し、ほとりに、ダムに。空への手がかりコンプリート。さあ、まさか皆さんこっから飛んでいけなんておっしゃいませんよねと。いや、まあただ飛んでいくんだろうなと。味を占めてしまいましたね。これでいきましょう。結構ただね、もうロケットの在庫はこれでなくなってしまいました。すごく寂しいので、この1回こっきりのフライトで飛んでいかなければなりませんが、ロケットの跳躍力、推進力が半端なすぎて、ちょっと通り過ごしてしまうぐらいの高度ではありますが、もう向こうまで飛んでいけばこっちのもんでしょうと。方向転換、いいね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 。そう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 。もうここら辺から飛んでダイビングで角度をつけて、おっちょほほ。さあ、これで飛び込みましょう。これでよかったはず。あ？え？あっ、ちょ、シドに知らせてあげよう。さあ、来なさいよ。あれ？あ、王子、あ、いたいたいた。ヨナと一緒だ。ヨナさん、どうしてここに？ああ、こんなイベントもあった、そういえば。宝箱だ。ああ、ここは私に任せなさい。先ほどのイベントを経て、ようやくあの光の柱に向かえばよろしいとのことなんですけれども、あの飛行機と翼と弾頭ミサイル ICBM の組み合わせならば、すぐですけど、ちょっともったいないので。おっしゃ、完璧だろう。これにて、光の柱、ゴー！あれ？あ、ちょっと落ち着いた。ちょっと。よっしゃ。俺に考えがある。はいきます。ああ、もう水中から流れるように入る。入らないな、意外と。ああ、でもくる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 、来た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 。ああ、はい。というわけで、ゾーラの里の使徒チャレンジ更新。王子も後でついてくるのか来ないのか、どうだったっけな。とりあえずね、もう、雰囲気、完全に水の神殿です、こっちの方が。ああ、でも高い、ちょっとここ。ああ、危ない。このノズルを破壊していく作業なんだな。爆弾はあったっけ？ここないね。よし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 。そう、ここの、もう実質、水の神殿、古代ゾーラの祭殿。ここがね、キーパーソンになっているというか、ワープホールになってるんですよ。水の神殿までの。水の神殿ふもとまでのか。爆弾がないので、もう、こうして、しっかり壊していくしかないですよね。でかい！逃げ機で壊せるんか。あ、全部いけた？ワープゲートに来ました。どでか滝登り、水湧きの島。
というわけでやってきました。ここからあそこの高いところにある水の神殿に向けて頑張っていくわけなんですけれども、この反重力をもってしてもやはりパラセールがなければ相当やばい旅になるんじゃないかというところで、今回じゃあここら辺にしておきましょう。次回から水の神殿ふもと攻略、一日で行けるのかどうか私にもわからない。ではね、バイバイ。